次に清水正君。清水君、日本共産党の清水正でございます。犯罪被害者等の支援について伺います。来月京都コングレスが開催されます。テーマは SDGs の達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進とのことでございます。犯罪を防止することと合わせ、犯罪被害者となった当事者やその遺族を支援することも国際的な課題だと考えます。これまでも犯罪被害者支援に熱心に取り組んでこられた上川陽子法務大臣に質問します。2004年には犯罪被害者等基本法が成立しました。その基本理念にはこう書かれております。すべての犯罪被害者等は個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するとあります。法務省におきましても、加害者に対して速やかに経済的回復の観点から賠償を求めるための支援として損害賠償命令制度が創設されました。しかしですね、日本弁護士連合会が2015年に行いました損害賠償請求にかかる債務名義の実効性に関するアンケート調査によると、殺人未遂及び傷害致死といった凶悪重大事件の被害者等において民事訴訟の判決や損害賠償命令等の債務名義を得ている犯罪被害者では、なんと約 60% が賠償金の支払いを全く受けておりません。さらに回収率を個別の犯罪ごとに見ましても、その平均は殺人については 3.2%、 殺人未遂と傷害致死についてはともに 1.4% と極めて低いということが分かりました。さらに重大なことはですね、債務名義上の 金額のですね、全額が支払われたという方はただの一人もいなかったということであります。上川大臣はこのような実態をご存知でしょうか。上川法務大臣。この法制定しました災害賠償命令制度につきましては、この運用にあたりまして、被害の当事者の方々、またそれを支える支援の皆様が、この制度を活用するということを念願に運動をされて実現したものでございまして、その実態についてはなかなか難しい状況ではございますが、しっかりとの制度を運用していただきたいということを願って応援をしているところでございます。清水正君。この間私はですね、犯罪被害者に遭われた当事者やご遺族の方から直接話を伺ってまいりました。一般社団法人犯罪被害補償を求める会の代表の藤本守さん、関西の方でございますが、2002年に日頃から相談に乗っていた加害者に妻を刺殺され、ご本人も瀕死の状況を負いました。藤本さんは加害者に視力がないことを知りながらも、48年間連れ添った妻の命の重さを測るためには民事訴訟しかないということで提訴されまして、3200万円の判決を得たわけです。しかし加害者は懲役10年の判決を受けた後、出所後に死亡、結局支払われませんでした。つまりですね、日弁連のアンケートからも分かるように、凶悪重大事件の被害者やその遺族は被害に遭った上にですね、損害賠償金の回収が全くできない場合はですね、泣き寝入りを迫られると、非常に苦しい状況に置かれるということでございます。そこでですね、犯罪被害者等に給付金を支給する犯罪被害給付制度について伺いたいと思います。警察庁さん、この制度の目的について簡潔にお答えいただけますでしょうか。警察庁長官官房審議官、堀誠二君。お答えいたします。犯罪被害給付制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、または重傷病もしくは傷害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しまして、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、昭和55年に創設されたものでございます。委員長。
清水正君、今言われましたように犯罪被害者ご遺族が犯罪から立ち直り平穏な生活を取り戻してもらえると想定する一定の期間、経済的に支援を行うことを目的としているということでございます。ではその実績についてですね、確認させてください。昨年度2019年度の支給最低件数、実際にこれ給付金が支払われた件数ですね、そして遺族給付金と障害給付金の最高額およびその平均額についてお答えください。堀井長官官房審議官。お答えいたします。2019年度中におきます、犯罪被害者等給付金の支給最低にかかる被害者数は316人でございます。また、同年度中におきます遺族給付金の平均最低額は、613万9000円、最高支給額は、2491万5000円でございます。また障害給付金の平均最低額は390万6000円、最高支給額は、3283万2000円でございます。委員長、清水正君。今答弁で最低平均額ということがありましたけど、これ平均額の間違いじゃないですか。最高額は今言われた数字ですが、ちょっと訂正していただいたら。失礼いたしました。はい、堀井長官官房審議官。失礼いたしました。ゆっくりですか、正確に。大変失礼しました。もう一度正確に申します。遺族給付金の平均最低額、平均最低額、はい、は613万9000円でございます。で、最高支給額が2491万5000円でございます。また、障害給付金でございます。平均最低額が390万6000円、最高支給額は3283万2000円でございます。大変失礼しました。清水正君。いずれにしてもですね、平均でいうとその613万円なんですね、遺族給付金。非常に少ないわけです。で、障害給付金もですね、319万円と。で、あまりにも低い金額になっていると。で、なぜかということなんですよね。で、その要因の一つはですね、若年層に対する給付金の算定基準に、私あると考えております。これも警察庁に確認するんですが、勤労収入がなく、正刑事関係遺族のいない22歳の大学生の場合、この方が重大脅迫事件に巻き込まれ亡くなられた場合ですね、その遺族給付金の最高額はいくらになりますか。警察庁堀井長官官房審議官。失礼いたします。この今のご質問の前に先ほど の答弁におきまして、また私とちってしまったようでございますが、障害給付金につきましの平均最低額につきまして390万6000円ともしかしたら申し上げてたと思います。319万6000円でございます。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。それから、今のご質問でございます、収入のない22歳の大学生が被害者となった場合の遺族金給付金の最高額ということでございます。遺族給付金につきましては、政令で定めます給付基礎額に、遺族の生計維持状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額を支給されるということになっております。でお尋ねの場合について当てはめてみますと、まず収入のない方で22歳の方が亡くなったと。でなおかつ、収入がないということでありますと、生計を維持している遺族がいらっしゃらないという場合に相当いたします。したがいまして、その場合の遺族給付金の額は、定額で決まっておりまして360万円となります。はいはい、委員長。清水正君。大臣、360万円なんですよね、わずか。驚きました。遺族を失った悲しみを埋め平穏を取り戻すことがね、360万円でできるのかということだと思うんです。で実際に子どもを亡くされたご遺族の方からはですね、政府事業であるこの自賠責制度のようにですね、将来の稼働期間を考慮した障害賃金方式を採用してほしいという声をたくさん聞いてまいりました。仮に1億円近い、債務名義を確定してもですね、それが加害者から支払われなければ犯罪被害者給付金360万円で泣き寝入りという実態が現実にあるということをまず認識していただきたいと思うんですね。でもう一つですね、この犯罪被害者等給付金の額を引き下げている要因にですね、親族間犯罪があると思うんです。で原則不支給もしくは大幅に減額としている規定に基づいているからであります。そこでお尋ねします。直近のですね、親族間犯罪の件数と殺人事件、これは未遂も含みます、全体に対する割合についてですね、これを教えていただけますでしょうか。
警察庁堀長官官房審議官。お答えいたします。昨年中の未遂を含みます、殺人事件の検挙件数は全体で782件でございます。でそのうちの親族間犯罪の件数は380件、割合は約 48% でございます。委員長、清水正君、今お聞きいただきましたように約半数がですね、親族間犯罪ということであります。でこの犯罪給付を定めた法律の第6条ではですね、夫婦、直系家族、同居の兄弟姉妹間など親族間の犯罪には給付金の全部または一部を支給しないことができると、こう定められているということにあります。しかしですね、この制度が創設された当時とは家族のあり方も変わってきていると思うんですね。例えば夫婦間の DV、 あるいは子らへの虐待、そういう親族間をめぐる暴力事件などもですね、多様化複雑化してきていると思います。それゆえにこれまでも一定のですね、例外が認められてきたわけですし、その後もですね、例外的にこの給付金が支給される場合が次第に拡大されてきたわけでございます。2018年の法改正により親族間犯罪に係る減額不支給事由の見直しが行われました。親族関係が破綻している場合には親族関係を理由として支給制限を受けないということになったわけです。でお尋ねしますが、夫婦間における親族関係の破綻の定義について簡単に教えていただけますでしょうか。警察庁堀長官官房審議官。答え申し上げます。一言で申し上げますと、婚姻を継続しがたい重大な事柄、事由が生じていたと認められる事情がある場合が該当します。ただこれをもうちょっと例をいくつか申し上げます。はい。例えばですね、夫婦間において、婚姻関係がもう事実上解消していったと認められる場合、あるいは犯罪被害者である妻が加害者である夫からの暴力によって生命または身体に重大な危険を及ぼされ、それから逃れるため別居していた場合、あるいは犯罪被害者である妻が加害者である夫からの暴力の継続などにより両者がいわゆる支配隷属関係にあったと認められる事情がある場合、このような場合が先ほど申し上げました婚姻を継続しがたい重大な事情が生じていたと認められる場合に該当するというふうに考えています。清水正君。よくわかりました。では具体的にお伺いするんですが、被害者である妻が加害者である夫と同居していたものの、今言われたように日常的に暴力を振るわれていたと、隷属関係にあったという事実があれば、これは支給される対象となるということでよろしいでしょうか。堀長官官房審議官。はい、お答えいたします。実際の支給の裁定につきましては、どうしても個々のケースの証拠関係をきちっと精査いたしまして判断するということになろうかと思いますので、一般論で申し上げますと、先ほど申し上げたような事例に該当する場合は支給されることになる場合が多いのではないかというふうに考えています。清水正君。はい、それを確認した上で、ね、ぜひ警察庁の堀審議官に聞いていただきたいことがあるんですね。兵庫県で発生した傷害致死被告事件で、内縁の夫が内縁の妻に対し繰り返し一方的に暴力を加え、搬送先の病院で内縁の妻が亡くなったという事件についてなんですね。でこれ離れて暮らしていたご遺族、娘さん2人いらっしゃるんですが、この犯罪被害者給付金の申請を行ったところ、大阪府公安委員会から不支給の裁定が下されたと。でここまではいいんですがね、ここから聞いてくださいね。でこの神戸地裁の判決文には、被告人は以前から被害者に繰り返し暴力を振るっていたことが認められ、被告人自身もこれまで被害者に暴力を振るったことを認めていると書かれているんです。しかし遺族が行った審査請求に対する公安委員会の弁明書ではですね、被害者が加害者から身体的暴力を振るわれている状況を推認できる事情はないと、この判決文の内容をですね、真っ向から否定してるんですよ。こんなことありえるんですかね。堀長官官房審議官。はい、今のケースにつきまして、ちょっと個別に私も承知してないところで、なんともお答えが難しいところでございますが、
まあ、一般的に申し上げますと、この支給裁定を行うためには、まあ、この制度の趣旨からしてですね、まあ、かわいそうな被害者の方に、なんとかその社会連帯浮上の精神で、金銭的にですね、支給するという制度趣旨ということに照らしますと、きちっとした事実関係を認定して、きちっとした裁定をするというのが、まあ、あるべき姿であろうかというふうに考えているところでございます。以上でございます。清水正君、はい、きちっとした事実関係を認定するためには裁判所の確定判決文に事実を基づくということが必要ではありませんか。警察庁堀長官官房審議官、はい、まあ、これそれぞれのケースによるかと思いますが、その事実関係を認定する上での、一つのファクターとしてですね、その民事関係の裁判というものを参照するということはそれはあり得ることだと思います。清水敏君。いや、上川大臣もちょっと聞いておいていただきたいんですけどね、裁定するのは公安委員会ですよ。で、それがいわゆる社会通念上ね、支払う給付金を出すケースなのかどうなのか、減額する要件があるのかどうか、それは個々のケースによりますよ。しかし裁定する上でですよ、その事件のですね、確定判決文の事実をこれ真っ向から翻してるわけですよ、このケースは。わかります？判決文では暴力あったと認定しているにもかかわらず、そう、公安委員会の裁定で暴力なかった。これはね、私こんなことを認めてましたらね、公正なね裁定なんてできないと思いますよ。ですからこれね、審議官ね、ちょっと調査してね、ちょっと報告していただけませんか。個人的にでも構いませんので、やっぱ調べていただきたいんですよ、そういうことがあるのかということ。お願いします。いかがですか。警察庁堀長官官房審議官、はい、まず一般的に申し上げますと、この都道府県公安委員会の支給裁定に、異議を申し立てる、あるいは再審査を求められるというご意向がある方につきましては、国家公安委員会が審査庁という形になりますので、審査請求が、行われることが、多分してございます。で、今のケース審査請求が出されている事案だとすればですね、それはまあ当然その事務方である警察庁、国家公安委員会の事務方である警察庁においてですね、所要の、事務は取り扱い、最終的にその、結果というものは国家公安委員会において、判断がなされて、申し立て人に、通知がなされるという形になってございます。したがいまして、その、調べて報告しているのかというと、はい、聞いたことに答えます。いや、じゃあもう一度質問してください。清水君、こういう事例があるので、理解していただいていると思うんですよね。確定判決文の事実と公安委員会の裁定の認識が108度違うって言ってるんですよ。これでは公正な裁定できないでしょって言ってるんですよ。だからこういう事例があるということだから、今個別のケースに答えられないというんだったら調べてどうしてそうなっているのか後ほど私に教えてくださいと、こう聞いてるだけです。これ回答答弁求めます。堀長官官房審議官、検討するぐらい言ってください。検討するぐらい言ってください。はい、堀長官官房審議官、個々のケースにつきましてですね、その当事者の方のほかにですね、どのような形で情報というものを提供できるかというのは若干慎重な判断がいるかというふうに考えておりますので、そこら辺も勘案した上でですね、判断させていただきたいというふうに考えております。清水敏君、ちゃんと調べてね、ご報告してください。こういうことがあるからね、犯罪被害者等給付金がしっかり支払われないと、平均額がぐんと下がるという理由があるんじゃないですかね。これ亡くなった女性には2人の娘さんがおられると私言いましたけれど もう親孝行できないのが寂しいと、給付金を申請したのは男からの賠償の見込みがないからだと、母の医療費や葬儀費用をおばが負担してくれて給付金が出たらそれで返したいと、こういうふうにおっしゃっておられるわけですよね。ぜひね、被害者やご遺族の方々だけでなくですね、国民から見て納得できるような裁定をですねしていただくことを強く求めておきたいと思います。で、そもそもですね、この親族間の犯罪に対して給付金を原則不支給と
することにやっぱり合理性がねもうなくなってきてると思います。で外国ではですね親族間犯罪について不支給とは規定しておりません。調べました。で日本弁護士連合会も社会通念上支払うことが適切でない場合にはねこの法律の6条3項の要素として検討すれば十分だともう一般化すればいいんだとこういうふうにも提言しているわけです。ぜひこれは見直すことを要望しておきたいと思います。次に移ります。でこの犯罪被害者給付金制度をですね周知徹底することの重要性なんですね。2019年度の犯罪被害者等給付金の支給最低件数は先ほど審議官の答弁でも316件とありましたが、これ申請条件の、当てはまるすべての被害者遺族がねちゃんと申請できているのかどうかというのは私疑問なんです。で現在の制度は遺族または本人が請求するという申請主義になっております。被害者や遺族に給付金制度を周知することを、警察署にですねしっかりと義務付けるということが求められていると思うんですね。でお話聞きますと、そうした努力をしっかりやっているということでありますが、しかしですね例えば殺人や性犯罪等の凶悪事件の被害者がですね、精神的不安定に陥りですよすぐに申し立ての手続きに入ることができないということもあると思うんです。ですから一度周知した上で一定期間が経過した場合はこれ申請期限が超過するということも考えられますので、それを避けるためにですね再度この給付金の制度申請しなくていいですかと声をかけるなどのですねこのきめ細かい対応が求められていると思うのですが、努力していただけないでしょうか。警察庁堀長官官房審議官。答えいたします。警察ではですねこの本制度が創設以来ですねこの本制度の対象となりうる犯罪を認知した場合には、犯罪被害者あるいはご遺族の方に対しましてこの制度の安全意を盛り込んだ被害者の手引きなどを交付して説明するなどにより、本制度や手続きについて十分な協助を行うこととしています。さらに加えましてはこの事案を認知した時の対応としてはですねこの犯罪被害者給付制度の周知のみならず、さまざまな警察でできる、相談対応でありますとか、警察でできない相談対応、あるいはカウンセリングなどについては、他の機関に紹介したりというようなこともやっておりますし、先ほど委員おっしゃったようなその、被害者の方がですね、混乱して、なかなかきちっとした法的権利を行使できるのに行使できない状況に陥っているような場合にはですねここは被害者サイドに寄り添った形で支援しなおかつその情報を提供する。でそれによって持っていらっしゃる権利行使に支障がないように努めるというような運用というのはやっておるところでございます。で従いましてこれは今までもずっと各現場には徹底してするように努めてきておるわけでございますが、今後もですね、そのような対応をきちっとやっていきたいというふうに考えています。さらに加えましてですね、これは一般的な話になりますが、パンフレット、ポスター、ウェブサイトなどの媒体なども活用いたしましてですね、そもそものこの本制度というものがあるんだということを広く、周知いたしまして、被害者の方の自主的な支援を申請する、こういったこともやっているところでございます。清水正君、ぜひ努力続けていただきたいと思います。で法務省に確認するんですけれども、犯罪被害者支援制度というのがありますよね。でこれ私いろいろ調べたんですけれども、これやはり裁判の申し立てだとか、あるいはその審理公判中にはですねこの被害者に寄り添うということがあるんですが、その判決が確定したりした後はですね、なかなかこの被害者あるいはご遺族の方々に寄り添っていただけないという声も聞いております。それちょっと時間ございませんのでね、これちょっと要望なんですけれども、例えばですね債務名義を確定しても10年経つと時効になるわけですよね。でその時効になるときにはさらに申し立てするのに費用がかかります。例えば1億円の債務名義を再提訴するためにはですね32万円の印紙代がいるんですね。で弁護士費用は平均でね着手金370万円かかるんですよ。1円も取れない相手にですね事故を消滅させないためにそれだけの費用がかかると、こういう費用についてもね支援していただきたいという声もあれば、またその消滅事故が来ることをねそもそも失念している方もいらっしゃるわけです。教えてくれたらよかったのにと、そういう点ではですねやはり公的身分を持つ検察庁の職員、
これは犯罪被害者等支援制度があるわけですから、ぜひね、これは継続して中長期的な支援をですね、法務省の方にお願いしておきたいと思います。で、最後に上川陽子法務大臣に今の議論を聞いていただきまして、この犯罪支援の制度についてね、やはりもっともっと改善していくということが求められているという認識を持っていただけたというふうに思うんです。で、凶悪重大事件に遭われた被害者やご遺族の方々の思いは痛切でしてね、経済的精神的に被害が回復されたとは言い難い状況が続いていると思います。この基本理念に対してもね、私はやっぱり不十分だと思います。兵庫県に住む女性、この方はですね、2001年に夫が隣家に住む男性とトラブルになって刺殺されたんです。で、男は殺人罪で懲役8年の刑が確定。で、民事訴訟で8000万円の賠償命令が確定したんですが、支払われなかった。で、この女性はですね、法務局に通い詰め、男の隠し財産を、これ不動産ですけれども、見つけ当ててですね、で、別の裁判で差し押さえを行いました。長い時間かけてやったんです。しかしそれでもね、手にしたのはほんの一部だけ。弁護士費用を差し引くと手元には多くは残らなかったということなんですね。で、この方もですね、加害者すでに死亡してるんですよ。つまりこの女性はですね、家族を奪われ、そして暮らしが困窮と、もう二重の、ね、苦しみに陥っていると、こういうふうにおっしゃられました。また2008年当時ですね、同じ兵庫県で電気工事業の社長を務めておられた男性は、加害者から殴られ脳挫傷などの重傷を負った。で、その後左半身麻痺などとなり、傷害2級の認定を受けたんですね。ただ民事裁判で1億6000万円以上の、若かったんで当時、判決を得たんですが、1円も支払われなかった。で、加害者がね、居所を変え続けるのでね、差し押さえできないんですよ。この苦しみはね、ちょっと想像に耐え難いと思うんですね。お二人ともですね、北欧諸国、ノルウェーとかスウェーデンのようにね、国が賠償金を立て替えて被害者の生活を再建できるような制度を作ってほしい、こういうふうに切実に涙ながらに訴えておられました。大臣、こうしたことも含めてですね、犯罪被害者基本法にのっとった犯罪被害者支援で、これ総合的にね、やっぱ進めていくべきじゃないかというふうに思うんですが、大臣の所見を伺いたいと思います。上川法務大臣。今年は犯罪被害者等基本法が制定されまして17年目になります。また新たな基本計画が策定をされる年でもございます。犯罪に巻き込まれた方々、またご遺族の方々、ご家族の方々の苦しみ、またその後平穏な生活に戻るまでの間支援をし続けるという内容を盛り込んだ基本法でございました。普段の見直しをしながら支援の制度、また支援の検証と、そしてそれにどう対応していくかということは極めて大事であるというふうに思っております。時代の変化もございます。また被害者の方々の直接意見を踏まえまして、この計画を見直しをしていくということであります。そして施策に反映をしていくということでありますので、熟度の高い被害者支援のための施策が総合的に取り組まれていく必要があるということは、その当時もまた今も全く変わりません。冒頭委員の方からこの基本法の中に盛り込まれた理念ということの中で、犯罪被害者等の権利利益を保護すると、こういう一文を入れさせていただきました。一言ではないということの中で、みんなが支え合ってしっかりとこの取り組みを進めていかなければならないというふうに思っております。基本計画しっかりと作り、また関係省庁とも府庁長とも連携をしながら、
被害者等を支援する取り組みのさらなる推進と充実に努めてまいりたいというふうに考えております。時間が来ましたので終わりますが、大臣はね、犯罪被害者の会の大会で今後も犯罪被害者やその家族の声に真摯に耳を傾け続けると述べられました。私が直接話を伺ってきた犯罪被害者ご遺族の方々にもね、直接会って話を聞いていただけませんか。いかがですか。大臣、ぜひお会いをさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。これで終わります。これにて清水忠君の質疑は終了いたしました。次に吉田。